どうも、吉谷です。今回ですね、ドリアカの塾生さんの方からですね、振り込みありましたと、まあ、振り込みありましたという結果報告をいただきましたので、シェアしていきたいと思います。つい最近ですね、ドリームアカデミアに、トップバズで稼ぐノウハウというのを入れました。はい、トップバズで稼ぐノウハウですね。このドリームアカデミアに、これトップバズで稼ぐノウハウっていうのを入れました。まあ、ここに全部やり方、まあ、ぶっちゃけこれも稼げるんで、まあ、やってもらえれば稼げます。だけど、まあ、ネットでも出てます。はい。で、結構その新しい、このトップバズっていうのは新しい媒体なので、振り込みがあるのかないのかみたいなね、怪しいみたいなね、いろいろとささやかれてるというところなんでございますけど、振り込みがありましたという、まあ、実際にその日本銀行の住信 SBI ネット銀行に振り込まれたと。で、これは流れとしては、まずペーパルのこの送金ですね、送金手続きで、ペーパルで、まずペーパルに送金があって、ペーパルからこう引き出したって感じですね。だからこのペーパルか銀行口座で両方いけるんですけど、まあ、ペーパルの方が早いということですね。でペーパルのビジネスアカウントを取る場合は、ペーパルに電話すれば大丈夫です。すみません、ビジネスアカウント取りたいんですけど、ペーパルに電話すればすぐ取れます。すぐというか1週間ぐらいですかね。はい、でビジネスアカウントじゃないとちょっと登録ができないので、その場合は、まあ銀行口座を登録すると。ただ銀行口座の場合はちょっと送金が遅くなるので、ペーパルの方がおすすめかなということです。でペーパルから引き出して、その自分の銀行口座にこう送金させるってことですね。これがまあ一番いいんじゃないかなっていうのが僕はおすすめですね。はい、まあ、銀行口座直でも行けますけど、ペーパルがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、トップバズはお金本当に振り込まれるのかというところで不安の方もいるかもしれないんですけど、実際にもう着金トップバズさんから、まあ、このペーパルもですね、ここにかトップバズって書いてありますけど、トップバズさん、はい、から、入金があるということですね。うん、であとはまあやっていただければ、もうこのトップバズのやつは、まあ、絶対稼げるんで、うん、まあ、あと明日ちょっと直近でこのトップバズのセミナーをやります。でカメラ回さないんですけど、ドリアカの塾生さんの方にはですね、明日セミナーやった内容とかも、あと東京でもちょっとセミナーやるんで、まあ、そこの2つのセミナーをまとめて、僕の方で講義をなんか作ろうかなと思ってますんで、はい、楽しみにしてください。またね、このノウハウは追加していきますんで、よく どういう方法がいいですか、まあ、もうちょっと細かくなんかお問い合わせ来たりとかしてるんで、明日とあと東京セミナーやったりとかするときに、まあ、こういう事例もね、これが何の動画でこの バズってるのかとか、まあ、全部報告もらってるんで、僕はデータ持ってますから、はい、まあ、それをデータプラスその見解ですよね、どういうふうな戦略でトップバズやっていけばいいのかみたいな感じのやつを、うん、後期新しく作りますんで、それは多分4月ぐらいになるかなと思います。明日のセミナーと終わって、で東京でもセミナーやった後、それをまとめて、お話ししていこうかなと思いますんで、まあ楽しみにしていってください。まあセミナー来れる方はね、まあ来ていただけば、東京でもちょっとやるんで、はい、まあお金かかるんで、お金払いたくないっていう場合は、講義の方もちゃんとアップしますので、そちら見ていただければなと思います。はい、では、これで今日は終わります。結果報告というか、もうガチな結果報告ですね。振り込まれましたっていう、報告いただきましたので、シェア終わります。ありがとうございました。